はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ルサワでございます。ということで、まあ結構久しぶりの投稿になるんですけど、まあね、私がね、その間実はまあ結構編集を頑張ってたっていうことで、そう、あと1ヶ月のうちに、ね、3つも投稿されたということで、まあね、こちらの方を撮らせていただいております。ということで、まずね、早速紹介になるんですけど、まず1つ目ですね。はい、こちら、辰馬さんでドライフラワーです。で、まあこちらの曲はまあ去年バズって、まあすごい人気になった曲なんですけど、なんとで私の方に依頼が来るっていう感じで、で、この時に、なんか、もともと、辰馬さんは結構前から、こう、ルサオに依頼をしたいみたいなことを言ってくれたんですけど、ちょっと、いかんせんね、私の方で MV の依頼が、なんか、いっぱいだったりとか、ちょっとゲーム実況配信もしたいっていうことだったので、まあ、ちょっとね、お待ちいただいたんですけど、まあ、2月のね、誕生日に投稿するっていう形になってね、結構、まあ、大事な、なんか、MV に採用されたので、ありがとうございます。はい。で、次に、こちらですね。松尾さんとエナさんで、始まりですね。で、こちらのちょっとね、すごいなんか記念すべき作品で、こちらも松尾さんとエナさんってのはよくでもないけど、そう、まあ2人でね、そう、歌ってみたみたいな、そのこうなんていうの、デュオで歌ってみたみたいなことをデュエットで出してたりとかするんですけど、まあね、そのなんか2周年記念として、そう、松尾2周年記念としてちょっとルサオが MV としてお呼ばれするっていうすごい、もうね、もう光栄なことなんですけど、まあ、松尾さんとはね、もう実はマリカをやった中なんですけど、ちょっとね、マリカのアプリが来たということでね、なんかまたなんかちょっとね、やりましょうみたいな、マリカやりましょうみたいな話があってるんで、もしかしたら実況が近々上がるかもしれません。はい。そして3つ目ですね。まあ、今日投稿されてるはずなんですけど、ドグマですね、ドグマ。アイスさんの歌ってみたのドグマです。で、まあ、ちょっとこれね、本当に申し訳ない、裏エピソードになるんですけど、なんかドグマを作って、完成して、なんか、もろもろと、なんか、確認して、あ、これ OK だと思って、そう、アイスさんに俺大丈夫ですって言って、ありがとうございますって言って、で、アイスさんも一応チェック通してるから、そう、大丈夫かなと思って待ってたら、なんかその投稿日の朝に、なんかあるミスに気づいたらしくて、それがドグマのスペルが間違ってるっていう。いや、そうで、このドグマのスペル間違ってるって一箇所じゃなくて、もう全部間違ってたの。だから最初から最後まで誰もその ドグマのスペルミスに気づかなかったっていう。そう、感じでちょっとね、申し訳ない、本当にアイスさんの視聴者の方々には本当に申し訳ないんですけど、ちょっと訳あってそういう理由で一日遅れました。はい。で、まあ一応ね、ちょっとこういうね、なんかまあ俺がこれをやってるのって、こういうことをやってるのって、まあ特になんか誰の企業のモデルも属してないし、ブランディングとかもそんなにないからっていうのがあって、で、まあね、そのアイスさんのそのまあね、 MV の、まあ、制作費用みたいなやつも結構やっとき、まあ、あるんだけど、いろいろ毎回あるんだけど、まあね、それぞれなんかやっぱり MV を作るにあたって結構仲いい人ぐらいしかあんまり俺は依頼を受け付けてないんじゃないので、そう、いや別にそんな交流ないからもう受けませんみたいな感じもないんだけど、そう、そう、でも逆にね、そう、そういう動画編集とかね、歌ってみたのね、制作秘話とか裏話をできるのって、まあ、言ってしまえば俺ぐらいなんですよ、ポジション的にも。そう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 。なのでね、ちょっとこういうね、紹介動画をね、作らせていただいてるんですけど、毎回。まあ、そういう感じです。そういう感じです。まあ、これからもね、一応ゲーム実況活動はね、していきますし、まあ、多分 MV も作っていくと思うので、皆さんよろしくお願いします。で、まあね、ぜひ、ツイッターのフォローお願いします。ツイッターのフォローがですね、もうかれこれ俺1ヶ月、2ヶ月ぐらいね、マジでフォロワーとか全然変わってないんで、ちょっと皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、それじゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。グッバイ。